シオンは今週実家に帰るの？うん、お母さんの様子を見てくる。俺もついて行っていい？2年前の結婚式で会ったきり、シオンのお母さんとは会ってないからさ。ガクトは留守番してて、お母さんが気を使うから。いつものように断られてしまう。妻のシオンは中学生の時に父親を病気で亡くしていた。女手一つでシオンを育てたお母さんは、田舎で小さなカフェをしながら暮らしているのだが、喘息を患っていて体が丈夫ではない。シオンはそんなお母さんを心配して、仕事が連休になるといつも実家に帰るのだが、なぜか俺を連れて行ってはくれなかった。なんでだよ。俺だって一応義理とはいえ息子だぜ。いいから言う通りにして。やんわりとだが、有無を言わせぬ口調で断られてしまい、今回もノックダウン。どうしてシオンは俺を自分の家に連れて行きたくないんだろう。付き合って2年、結婚して2年が経つけれど、未だに謎のままだった。それ以外では結婚生活は順調だった。シオンは俺と同じ商社に勤めていて、部署は違うけれど控えめで優秀な女性だ。私生活ではちょっとドジなところがあるけれど、そこがまた可愛かった。要するに俺はシオンにベタ惚れだったのだ。そんなある日、俺が課長を任されている部署に地方から若い男性社員が栄転してきた。可愛いエイジです、よろしくお願いします。そう言った頭を下げた可愛いは、男の俺から見てもイケメンだった。女子社員の目つきが変わるのをやれやれと思いながら黙認して、俺は河合に仕事を教えた。河合は優秀だった。口数は多くないが、柔らかな物腰はクライアントにも評判がよく、何より飲み込みが早い。一度教えたことは決して二度言わせなかった。今時の若いやつにしては珍しく真面目だし、こりゃ地方から栄転してくるのもうなずけるな。俺は河合を可愛がった。河合も俺を慕ってくれていたと思う。仕事上では何の問題もなかった。ただ一つ、どうしても気になることがあった。河合とシオンがやけに親しいのだ。もちろんイチャイチャしているとかそんなんじゃない。なんていうか、一緒にいて仕事の話をしているだけなのに、やけに二人の空気がしっくりしているというか、並んでいる姿が自然すぎるというか。大谷課長、気になりません？なんて余計なことを言ってくる女子社員も後を絶たず、俺は笑ってごまかしていたが、内心では気になって仕方なかった。けれどシオンには聞けなかった。小さい男だと思われたくなかったのだ。このくだらない意地を後でどれほど後悔することになるのかを、この時俺はまだ気づいていなかった。河合が来て3ヶ月が過ぎたある日、俺は部長に呼び出された。アメリカの支社に出向を打診されたのだ。これは我が社の王道出世コースだった。いよいよ俺にもチャンスが巡ってきたと身震いする。部長室を後にして、俺はシオンに何て言おうかと悩んだが、大丈夫だと思った。シオンだって同じ会社で働いていて、アメリカ行きがどれほど重要なことかは理解してくれている。きっとついてきてくれると信じていた。ごめんなさい、行かないわ。夕食の時にシオンが出した結論はあっさりと素早かった。え？
なんで？お母さんを一人にはできないもの。悪いけど、ガクトが単身赴任してくれる？いや、ちょっと待ってよ。そりゃお母さんのことが気になるのはわかるけど、君は俺の妻だろ？だから俺を優先しろよとはさすがに言えず、心で叫ぶだけにする。けれど、シオンは頑として首を縦に振らなかった。結局大喧嘩になってしまった。親を大切にするシオンは素敵な女性だと思う。けれど、まずは何より夫である自分を優先してほしいと望むのは間違っているのだろうか。悪いけど、これ以上話し合うつもりはないの。ごめんなさい。その言葉を最後に、なんとシオンは出て行ってしまった。ホテルにでも泊まるつもりなのだろう。俺は追いかけなかった。俺も一人になって頭を冷やしたかったからだ。翌日、会社に行くと真っ先に総務に顔を出した。シオンは昨夜から電話も取らず、LINE も未読のままだ。とにかく今日は家に帰ってほしいというつもりだった。けれど、シオンはいなかった。大谷さんは有給取られてますよ。言われて俺はすごすごとその場から立ち去る。シオンのやつ、そんなに怒ってるのか？なんでだよ。胸の中で悪態をつきながらエレベーターを待っていると、大谷課長と背後から名前を呼ばれる。振り返ると河合が立っていた。ちょっとよろしいですかと言われて、自動販売機が設置されている休憩室へ入った。シオン、俺のマンションにいますよ。いきなり切り出されて何を言われているのかわからなかった。は？え？どういうこと？どういうって、そういうことです。シオンは俺のところにいます。もう課長のもとには帰りたくないって言ってます。馬鹿にするように言われて、それでも俺はまだ意味を理解できなかった。そんな俺を哀れむように、蔑むように見つめて、河合がため息をついた。上司にこんな言い方するのは失礼だと思いますが、プライベートな話なので遠慮しませんね。シオンはあんたと別れたいんだよ。で、俺のところに逃げてきたんだ。これでわかった？わかるわけがない。頭に血が駆け上っていくのを感じた。つまり、シオンとお前はできてるってことか？下品な言い方やめてください。シオンは俺にとって世界で一番大切な存在なんです。抜け抜けと何を言ってるんだこの男は。大谷さん、俺の上司だし、秘密にしようと思ってたんですけどね。アメリカ行きが決まったんでしょ？だからバラしてもいいってシオンに言われたんです。貴様！俺は河合の胸ぐらをつかんだ。会社ですよ。冷静にお願いします。と言われたが、これが冷静でいられるか。いつからだ？いつからシオンとそういう関係になったんだ？あんたがシオンと知り合うずっと前からだよ。だから、あんたにとやかく言われる筋合いはないね。結婚前から俺を裏切ってたのか？拳を振り上げたが、軽くかわされてしまった。その勢いで、俺は前のめりに倒れて膝をついてしまう。河合が乱れたネクタイを直した。見下すような目で俺を見ると、にやりと笑う。どっちにしても課長はアメリカに行くんでしょ？同じ職場で気まずいのは嫌ですから、よかったです。シオンのことは俺に任せて、どうか心置きなく出世コースを歩んでください。右手をひらりと振り、休憩室から出ていく。俺は固まったように、
その場から動くことができなかった。その後、シオンとは会うことができた。河合との関係を問い詰める俺に、ごめんなさい、と、別れてください、しか言わないシオン。話し合いは平行線のまま、アメリカ行きの日が来た。結局、離婚届は保留のまま、俺のキャリーケースに入っている。未練たらしい男だと思われても構わない。俺はこうなってもなおシオンが好きなのだ。別れたくなかった。3年後に俺が戻った時、それでもシオンの決意が変わらなければ離婚を受け入れようと考えていた。アメリカで俺はがむしゃらに働いた。余計なことを考えたくなくて、周りのみんなが呆れるほどに働いた。日本人は真面目だって聞いてたけど、ガクトはちょっと異常だぜ、と同僚たちが呆れるほどだ。おかげでシオンのことを考えずに済んだ。アメリカにいる間、シオンからは何の連絡もなかった。電話をしたい気持ちを何度も抑えて仕事に没頭する。3年も経つと諦めの気持ちの方が強くなった。帰国したらシオンの望むように離婚してやろうと思えるまでになっていた。あっという間に3年が過ぎ、1週間後に帰国を控えたある日、一通の手紙が届いた。会社宛に届いたそれは、出勤するとデスクに置かれていた。誰からだろう。今時手紙なんて書く知り合いがいたかな、と不思議に思い手に取る。新年の挨拶ですらメールや LINE で済ます時代だ。手紙なんてもらったのは何年ぶりだろう。差出人の名前は書かれていない。封筒を開けると中には何枚かの紙が入っていた。ガクトさんへ、ご無沙汰しております。シオンの母です。え？思わず叫んでしまう。周りにいた人間がいぶかしそうに俺を見た。慌てて誰もいない会議室に飛び込む。震える手で紙を広げて読み始めた。そこに書かれていたのは、驚きの真実と俺に対する深い謝罪の言葉だった。シオンは私の本当の娘ではない。シオンの生みの母は精神的な病にかかり、子育てを放棄したままシオンを置いて家を出てしまった。シオンの父と再婚した自分は、シオンを本当の娘と思い育ててきた。シオンはそのことをずっと恩に感じている。だから体の弱い自分を置いてガクトさんについていくことができなかったのです。本当に申し訳ない。そう綴られた手紙にはさらに驚きの真実が書かれていた。最後まで読み終わった俺は放心状態で、ずるずるとその場に崩れ落ちてしまったほどだ。これが本当なら、俺はどうしても日本に帰ってシオンと河合に会わなければならないと思った。1週間後に帰国した俺は真っ先に会社に向かった。手紙にはシオンは俺がアメリカに行くのと同時に会社を辞めたと書いてあった。だから俺が会いたいのはシオンではなく河合だ。部長への挨拶もそこそこに、俺は河合のデスクへ向かう。ちょうど昼休みになるところだった。すれ違う社員たちがいちいち話しかけてくれるのが煩わしく、適当に挨拶を交わして河合のもとにたどり着いた。驚いた様子で河合が俺を見た。話がある、と言うと素直に立ち上がり俺の後をついてくる。ビルの1階にあるカフェに入った。コーヒーが運ばれてくるまで
お互いに一言も喋らない。お前、シオンの弟なんだって？静かにそう言うと、河合の顔に衝撃が走った。いつも憎たらしいくらい冷静な男が、初めて見せた動揺の顔だった。お前の母親から手紙をもらったよ。そう言って俺はバッグから手紙を取り出し、河合に渡した。手紙を読み終えるまでコーヒーを飲んで待つ。半分ほど飲んだところで、河合が顔を上げてため息をついた。隠していてすみませんでした。深く頭を下げて河合が謝罪する。そのつむじを俺は複雑な気持ちで眺めた。河合とシオンは腹違いの兄弟なのだ。河合はお母さんがシオンの父親と再婚してできた息子だった。シオンと河合は仲の良い兄弟だったようだ。姉と同じ会社の支社に就職した河合は実家から仕事に通い、喘息を持つお母さんの面倒を見ていたようだ。けれど本社に栄転になってしまった。会社を辞めてお母さんのそばに残るという河合に、シオンが今度は自分がお母さんの面倒を見ると言ったそうだ。会社を辞めて実家に戻るわ。今までエイジがずっとお母さんのそばにいてくれたんだもん。今度は私の番だよ。シオンの言葉に河合は、でもガクトさんはどうするんだよと聞いたそうだ。するとシオンは、あの人には言わないでと頼んだらしい。課長は優しい人だから、全部話したら仕事を辞めてついてくるって言うと思ったみたいです。ガクトは優秀な人だ。あの人の未来を奪いたくないと言ってました。兄弟だって内緒にしてたのはどうしてなんだ？シオンは弟がいるとは一言も言わなかったし、君は結婚式にも来なかっただろう？課長に自分の過去を知られたくなかったんだと思います。シオンは生みの母から辛い仕打ちを受けていたそうだから、今の母を本当の母ではないと言いたくなかったんだと思います。それほどにシオンは母を愛していますから。納得いくようないかないような、なんとも複雑な話だった。要するに俺より母親を選んだってことなんじゃないのか？ガクトさんの方から愛想をつかしてもらうために俺と不倫してる演技をしたんです。俺も嫌な男を演じました。結構楽しんでなかったか？嫌味を言ったつもりだが、あ、バレてましたと河合は笑う。殴ってやろうかと思ったが、あまりにも爽やかな笑顔なのでその気も失せた。シオンは課長を愛しています。それだけは信じてあげてください。言われて俺はうなずいた。とにかく会いに行こうと決めて、河合に実家まで案内してもらう約束をした。日曜日、河合の運転する車で東京から3時間かけてシオンの実家に到着した。トトロに出てきそうな山奥にポツンと小さなカフェが立っている。分厚い木の扉を開けると、いらっしゃいませと声がした。3年ぶりに聞くシオンの声だ。ガクト、久しぶりだな。え、なんで、どうしてここに？どうしてエイジが一緒なの？全部バレちゃったんだよ。河合が言うと、シオンは一瞬で真っ赤になってしまった。河合に詰め寄り、あんたが言ったのね？と凄んでいる。私が手紙を出したのよ。言いながらお母さんが奥の厨房から出てきた。くだらない嘘なんかついて
大切な人を失ったらダメ。ましてそれが私のためだなんてやりきれないもの。シオンの肩を叩くと、お母さんは俺に向かって頭を下げた。俺もお辞儀をしてシオンの前に立った。何か言うより先に手が出る。ピクリと震えたシオンを思い切り抱きしめた。お客さんたちがびっくりして俺たちを見たが、そんなことは気にもならなかった。腕の中にシオンがいる。それだけで泣きそうになるほど嬉しかった。その後、俺たちは遠距離夫婦をしている。シオンがお母さんのそばで暮らし、俺は東京で暮らしているからだ。この先、シオンとお母さんをこちらに呼ぼうと思っているのだが、喘息には都会の空気より田舎の空気の方がいいと言われて、週末にシオンが俺のところに帰ってくる週末婚の形をとっていた。いいの？と聞いたシオンに、一つだけ約束してほしい。二度と嘘はつかないでくれ。と言い、今に至っている。と、ここまではまあいいのだが、なぜかエイジが俺のマンションに転がり込んできて、俺たちは一緒に暮らしているのだ。週末は俺が母さんのところに帰るから邪魔はしないよ。いいだろう？と押し切られて今に至る。おかげですっかり仲良くなってしまった。兄弟のいなかった俺は弟ができたみたいで嬉しかった。シオンとまた一緒に暮らせる日がいつになるのかわからないけれど、エイジのおかげで寂しくはなかった。だから俺はいつまでも待つつもりだ。シオンが納得して俺のそばに帰ってくれる日を。